皆さんこんばんは。これまで何回かですね、大阪市廃止について反対ということで動画を上げさせていただいてます。僕の場合はですね、もちろん政治にそんなに詳しくはないのでですね、あくまでも何かこう一般的な政治にお詳しい方のチャンネルと違う視点で、反対の理由などをですね、見つけて動画に上げさせていただいているんですが、まずですね、これ本当にこういうふうに思われている方多いんですよね。特に大阪府以外、大阪市以外にお住まいの方で、まあ、大阪都構想が可決されたらもう名前がそのものが大阪都になると思われている方が多いようなんですが、これ例えば11月1日に仮に、住民投票で賛成が1票でも多くてですね、大阪市の廃止が決まったといたしましても、そのまま大阪都になるわけではないと。この大阪都になるためには、まあ、2025年の1月1日に大阪市が廃止になり、特別区4区に分割されるということなんですが、あくまでもそれとは別に、法的な整備が必要になるので、まあ、それが前になるか後になるかは、ね、もちろん賛成が多くないとわからない、お話に進まない話にはなるんですけど、まあ、あくまでもこの大阪市廃止、いわゆる大阪都構想というものが大阪都という名前にならないということだけは認識していただく必要があると思うんです。中にはね、大阪都というなんかこう府とは違う名前にこうなんとなくこう惹かれてね、賛成を投じる方がいらっしゃるかもしれませんし、大阪市以外にお住まいの方で例えば大阪市に知り合いがいらっしゃる方でですね、まあ、こういった大阪都みたいな感じでイメージ、まあ、あくまでもふんわりしたイメージで、まあ、賛成してみたらどうみたいなことを言われると、本当に大阪市のね、未来に悪影響を及ぼします。それと大阪市がこの廃止された場合にどのような区割りになるかというのも皆様ご存知かもしれませんが、改めておさらいさせていただきます。まず大阪市が廃止された場合に、新たにこの淀川区、北区、中央区、天王寺区と4つの特別区に分割されるということになっています。で、新しい淀川区には、現在の東淀川区、淀川区、西淀川区と此花区、港区の6区で、人口が60万飛び2774名、それから、新しい北区には、現在の北区、福島区、宮古島区、城東区、鶴見区と東成区で、合わせて78万飛び575名、それから新しい中央区には、中央区、西区、浪速区、西成区、大正区、住吉区の5区で、人口が72万7185名、それから新しい天王寺区には、今の天王寺区、安倍野区、生野区、東住吉区に平野区の、5区の人口が、64万飛び993人ということになっております。ここでね、僕がもう大阪には、まあ、関西には20年、約20年住んでいまして、で大阪市内には、4年ほど住んでいたんですね。それがこの僕、安倍野区という町なんですが、まあ、大阪のね、この町の雰囲気というのは、ある程度は分かっているはずです。分かっているはずというよりも、大阪に絡んでいない人から比べたら、まあね、まあ、関西で20年いたということもあるので、まあ、それとなくは、把握してます。で、例えばこの淀川区の場合ですと、まあ、駅でいうと新大阪が一番有名かと思うんですけど、まあ、東淀川区、淀川区、西淀川区っていうところは人が住んでいるところなんですが、例えばこの花区と港区は割と工場が多かったり、ユニバーサルスタジオジャパンがあるのがこのこの花区なんですね。全然地域特性が違うと。それと北区についても、まあ、大阪駅梅田があるのが北区、まあ、そのお隣が福島区、京橋あたりが、宮古島区ですね、まあ、それから城東区とか東成区、鶴見区、大阪の、まあ、中央の東側が、今回の北区の中に含まれるんですが、この北区と福島区のこの様子と、あとの4区ですね、まあ、宮古島区の
色も違いますし、またこの城東区、鶴見区、東成区というところも全然この北区、福島区に比べたらその住んでる人の特性とかも全然違うわけなんです。で、中央区の場合でも、難波がある中央区ですとか西区、それから難波から少し南に行った、大黒町とかがあるところが浪速区ですね、通天閣も浪速区です。あと皆様がよくご存知の西成区とか、大正区、住吉区というような場所があります。この中央区だと本当にバラバラで、難波 の、 食い倒れがあるあたりが中央区ですね。で、それから、西区というのはこちらも大阪ドームがあったりする場所なんです。で、浪速区は、難波の少し下あたり で、西成区は通天閣とか、そういったところがあるところ、で、大正区も割と古い工場があったり、で、逆に住吉区は少し高級な住宅があったりするところなんですよね。で、こちらも中央区とこの西成ではもう全然カラーが違う、大正と西成でも全然カラーが違うわけなんです。で、天王寺区の場合は、今の天王寺区と阿倍野区、生野区、東住吉区、平野区と5区で、人口が64万とび993人ということなんですが、こちらも僕がいた阿倍野区とか天王寺区は割と似たような町なんです。駅でいうと天王寺駅とか近鉄の阿倍野橋駅とか、こぼれ口、美少園、文の里とかあの辺りになるんですが、そことですね、駅でいうとコリアンタウンで有名な鶴橋がある辺りの、生野区とか、この古い町並みが多いこの東住吉区とか平野区とかでは、もうこことここでも全然違うし、こことここでももうカラーが全然違うんです。で、今はですね、それぞれ24区の、区に割れているので、そこで区役所があって、それぞれの地域特性に、合わせていろいろなサービスを提供されたりしていると思うんですが、これがこの4つの区に統合されてしまうと、細かいところまでその行き届くはずがないんですよ。それと、あと大阪市に隣接した、町の賛成反対などの状況をお伝えすると、まず都構想に反対、賛成しているのが森口市と八尾市、それから反対と表明しているのが豊中市と吹田市、態度を未定しているのが摂津市、門真市、大東市、東大阪市と堺市です。今回この未回答、新聞社のアンケートだったんですが、ちょっと新聞社忘れました、未回答と答えたのが松原市なんですね。で、隣接した区域 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個の市のうち、賛成が2、反対が2、態度保留が、5、未回答が1ということで、この中でも僕が注目したいのがこの東大阪市と堺市なんです。で、こちら東大阪市は、約50万人の、人口を誇る大阪第3の町です。それから堺市は政令指定都市で、人口が約82万人の、こちらは大きな本当に大阪2番目の市なんです。で、もし大阪市の廃止のこのなんていうんですかね、構想に賛成だとしたら、こことこことか、こことここですね、ここが結構僕賛成するのかなと思ってたんですが、現在態度は保留、特に堺市なんて確か市長さんが維新の方なんですよね。そこですらまだ態度を決めかねていると、大阪市のその自主財源がこう府にこう吸収されることによって、大阪府全体が潤うというのがその賛成されている方の意見なんですが、もしそうであれば維新の市長がいる堺市なんかもうとっくに賛成に回っててもおかしくないですし、おそらく周りのね、こういった大阪にすぐこう隣の市が、こんだけ、賛成が2つしかないっていうのも僕おかしな話だと思うんです。それとですね、各政党団体とかのですね、賛成反対の状況を、調べると、現在こちらももうご存知の方でしたら申し訳ないんですが、賛成が大阪維新の会、日本維新の会ですね、それと公明党のみがこの表向きというか公式に賛成に回っているということで、反対は
この自民党の大阪府支部連合会、それから立憲民主党の大阪府連、日本共産党の大阪府委員会、それから、社会民主党、社民党の大阪府連、それから令和新選組が反対を表しております。で、自民党の場合はですね、まあ、大体7割ぐらいのこちらの、まあ、大阪府議とか市議の方、地方議員が反対だということで、まあ、実際、菅総理も二階幹事長も、まあ、地方のことなんでという、静観するスタンスを取っていらっしゃいます。なので、これね、例えば、自民党さんが反対しているというのは、ご自身のその、地方議員の方のご自身の選挙のその、絡みだということも言われているんですが、まあ、ただ、立場的には本当に反対なんで、まあ、大阪市のその消滅に対して、危惧をされているということもあって、もちろん反対に、回られていると思われます。というかもうそう、実際にその京都の市議さん、横浜の市議さんも大阪に入って一緒に活動されてますんで、まあ、ここはね、まあ、国政の間ではもう本当に自民党さんと共産党さんってまあ水と油かもしれませんけど、まあ、大同小異、それともう本当にこの大阪市をなくすわけにはいきませんので、あと東京まで、1、2、3、今日入れて、火、水、木、金、土、5日間です。それとですね、投票の様子もと書かせていただいたんですが、この大阪市廃止に関する住民投票の当日は11月1日の投票時間が朝7時から20時までなんですが、期日前投票が現在行われています。10月31日土曜日まで、連日8時半から夜は少し遅めの21時まで、投票ができるようになっております。で、大阪のですね、もう特にこのもともと大阪にお住まいの方が多くいらっしゃる場所っていうのは比較的中央区とか天王寺区ですね。あとはまあ西淀川とか東淀川、そうですね。あと上東、上東そうでもいいか、東成区とか鶴見区とかね、まあ、そういったところって結構もともとの地元民の方が多いんです。そういう方って本当にお上の決めることはもうしょうがない。もうしゃないから、まあそんな関係あらへんっつって、投票行かないんですよ、いつも選挙で。で、わからへんって言ったままで放置していると、まあ、少なからず今のこの生活、この今の状況というのは必ずや崩れるんです。大阪市が廃止されるということは、生活が変わっちゃうんです。で、割と高齢の方とかは、もう今の生活を変えたくないっていう方が多いと思うんですよね。まあそういった方にぜひ、このわからへん、わからへんなら反対を、もうわからんかったらもう反対しときやと、もう賛成が多かったらもう変わっちゃうんやでと。そういうことで、もし、大阪にお住まいの方、大阪にお住まいのない、お住まいでない方でも、まあ大阪市に、知り合いであまりそういったことに関心がない方がいらっしゃったら、わからへんっていう態度を、こう、直接、こう、行動に起こすなら、もう反対を、こう、書いてくれと。もうそうしないと、大阪からよそもんにね、もう牛耳られて、金太郎飴みたいなね、東京と同じような大阪になったらほんま困るんでね。ぜひこういった感じでちょっと標語というかそういったものを作ってみましたが、わからへん、わからへんなら反対をということで、あまり関心のない、方にですね、ぜひ進めてみてあげてください。賛成が通っちゃうと、もう大阪は今のままでは暮らせなくなります。ということで、ちょっと長い時間になりましたが、大阪市廃止は絶対に反対ということで、今日も動画を上げさせていただきました。よろしければですね、こちらに関しては、高評価や、もしよろしければチャンネル登録などもぜひお願いいたします。ありがとうございました。